にちは、浜田浩二郎です。小学校6年生です。スタイナー天国の皆さん元気ですか？僕は今ここはインドネシアにいます。インドネシアに来てから何ヶ月だったかな。いっぱいもう慣れて楽しいですよ。インドネシアに長くいたからインドネシア語ちょっとできるようになりました。ちょっと言ってみますよ。スダラスダラアバカバールサヤスカランアダディインドネシアスダアダラパンルブール。これを日本語で訳すと、こんにちはスタミナ天国の皆さん、僕はインドネシアにいて8ヶ月ぐらいいますということです。すだらすだらって何だと思う？すだらすだらっていうのは皆様で、アパカパールっていうのは元気ですかっていう。聞いたよひろみさん、イオちゃんと結婚したんだって？すごいなー、すやったね。それはいいよ、僕もお前聞いたことあるんだけど、それ嘘かと思ったけど、すごいね。このおめでとうが言いたくてビデオレターを送ってんだ。これから僕の家、そう、インドネシアの家を案内します。浜田浩二郎です。僕今ここを映しているのはインドネシアです。で、僕は少しインドネシア語を喋れるようになりました。ちょっとやってみますよ。スダラスダラアタバーサヤスカランアダディインドネシア。インドネシアにいっぱいいたからインドネシア語を少し喋れるようになりました。ちょっとやってみますよ。スダラスダラアパカバールサヤスコラサヤアダディスコラアサヤアダディインドネシア、ウダウダダラパンダブルです。これを日本語に訳すと、こんにちはスタミナ天国の皆さん、はじめまして、僕はインドネシアに8ヶ月ぐらいいますって言ってるんですよ。そのスダラスダラっていうのは分かりますか？スダラスダラっていうのはスタミナ天国、過去皆様っていうことですね。で、アパカバールっていうのは初めましてですね。で、こんぐらいで、まあ僕ちょっと分かったんだけど、聞きましたよ、ひろみさん。ヨウちゃんと結婚したんだって？ずるいなぁ。前僕出た時、あの時が嘘だと思ったけど、やっぱ本当だったの。すごいなぁ。このために僕はヒロミさんのためにこのビデオレターを送ったんです。おめでとう。これから僕の家のインドネシアの家を案内します。ここが僕の部屋です。で、これガヤガヤしてるのが俺のヨコちゃんでリナちゃんです。もう少し、もう一人僕のいとこです。俺の名前がヨコちゃん、リサちゃん。これが僕の部屋です。ポスター貼ったりしてコンピューターもあります。これが僕の家です。あー、そこに見えるのがキッチンですよ。この散らかってるのが俺の小さいやつが遊んでる方ですよ。これがテレビです。ここでみんなテレビ見てます。ここが父ちゃんのよく座るところの酒飲み場です。
ここが僕の外です。お願いします。